澤部さん、長文読解の授業がやってまいりました。皆さん、以前からお伝えさせていただいていることなんですが、皆さん、大切なのは、皆さん、言い換えを探すことですからね。長文読解では、言い換えが重要というところです。そして、その言い換えは、じゃあ、どっから見つかるんですかと言われたら、皆さん、一文の後半。後半をしっかり見てくださいね。そして、それをもう少し詳しく言うと、このあたりですね。そして、さらに、このあたり。このあたりをしっかり見ていただきますとヒント、見つけやすくなりますので、この後実演に行きます。すみません、今日はですね、関西大学行ってみたいと思います。で、今から実演に入るんですが、やはりヒントになってくれるのは対比でございます。皆さん、以前からですね、コントラストとかホワイルとかデスパイトとかいろいろご紹介はしてるんですが、今日新たに追加をしていただきたいのは、実は皆さん、ボースなんですね。で、皆さん、例文ご覧になっていただけるとよくわかるかと思いますが、皆さん、ボースときたら皆さん、後ろは A&B。皆さん、こういうのをよく見かけるかと思いますが、皆さん、A と B、じゃあどんな関係性ですかと言われたら、もちろん、イン、中、そしてアウトサイド、外ですよね。つまり、中と外で、反対ですよね。ですから、そういうものを我々は一般に対比というふうに呼んでおります。ですから、皆さん、ボースと来たら皆さん対比だよ、というところを皆さん意識していただけますとヒントになるかと思いますので、この後実演やっていきます。さあ皆さん、設問の指示をですね、ご覧になっていただけるとよろしいかと思いますが、この後、文章を移しますので、ひとまずお読みいただけるとよろしいかと思います。皆さん、まずはちょっと全体像をつかんでいただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、これで全部なんですが、この後一つずついきますね。さあ皆さん、A の後にですね、B が続くのか、もしくは A の後に C が続くのかというところなんですが、一応まだこの段階ではなかなか決め手に欠けるんじゃないかなという感じがしますので、皆さん分かるところだけをですね、ちょっと明示しながらいきますね。さあ皆さん、 B でですね、はっきり分かるところがございますので、ちょっと見ていただきたいんですが、皆さん、先ほどもお伝えした通り、皆さん、ホワイルがあるんですよね。いわゆる対比を示す語句でございます。で、that may be true in some cases、まあ、ちょっとコンマで途切られております、閉じられておりますので、ちょっと一旦ここで切れますけども、その後、research suggests 点々点というふうに最後まで読んでみるとですね、desirable lifestyle ということで、皆さん、望ましいという話があるんですね。プラスの価値観を持った表現がございます。ということは皆さん、ホワイルがあるよということは、この前半部分と後半部分が対比の関係になるはずだ。ですから、文末がこういう感じで皆さん、プラスであれば、that may be true in some cases、 このあたり、特にまあこの that を指すものは何なのかなって考えるかと思うんですが、そのあたりはマイナスの内容になってるはずだ。というところで、マイナスとプラスで対比。これを後で使いますね。そして皆さん、 C もですね、出だし皆さん、ボースという表現があるんですね。これも先ほどお伝えしましたが、ボースということは対比ですよ。反対ですよ。ということは皆さん、ボースエイジグループ。両方の年代のグループ。ということは、皆さんもうわかりましたね。これでございます。young people ですよね。若者。皆さん、ここに若者の話があるんですから、いけそうですね。若者と対比の関係。高齢者のお話が出てくるはずです。高齢者と若者対比。これを受けて、ボースとつながってるはずですからね。さあ皆さん、 B と C の分析が終わりましたが、ちょっと皆さん、このタイミングでですね、共有させていただきたいことがございます。で、別に受験生としてはおそらく A の後 B かな、 A の後 C かなって多分考えると思うんですね。で、これでまあ決まればいいんですが、意外と決まらない場面の方が多いんですね。
で、そうすると受験生は、ちょっとまあ焦り始めてですね、まあ A の後まあ B にしとくか、みたいな、A の後はじゃあ C にしとくか、みたいな感じで、結局まあ全然罰って多分なってしまう可能性が高いかと思います。皆さん逆に関西大学の立場から考えたらどうなのか、というところでございます。関西大学としては、皆さんに時間をなるべくかけさせて、焦らせたいんですね。ということは、正解、つまり A の後に出てくるものが、最初から答えが出る。もうすぐ、あ、答え出たわ。っていう感じの気持ちになってるか。多分違いますよね。ですから、A の後に B、C 分析して、なんかいまいちやな、決まらんな、って思ったら、もう、どこに最初に目をつけたらいいのかがすぐわかりますよね。そうです。A の後に飛ぶのは最後ですよ。さあ皆さん、A の後に F に飛んでみましたが、皆さんどうでしょうか。つながる感じがしますよね。さあ皆さん、言い換え可能が見つかりましたね。一人暮らしの話というところで皆さん共通ですよね。皆さん、しかも、マイナスの話ありますよ。sad, lonely people ですよね。さあ皆さん、ここでマイナスが確認できたら、先ほど確認した B のこのマイナスとつながりますよね。ですから、マイナスマイナスいけそうですね。そして、根拠はどこですかということですが、皆さん、例えばこのあたりからいきますよ。B 動詞の右側ですよね。そして、イマジン一般動詞の右側。そして、B 動詞の右側ですよね。そして、これもそうです。B 動詞の右側。前置詞の右側。これもそうですね。前置詞の右側でございます。情報構造バッチリです。で、皆さん、B の後は E、C とつながりそうですよね。皆さん、先ほど分析しましたボースですが、皆さん、ここにボースがあるということは、その手前に若者と高齢者ですよね。こういう対比の関係性があるからこそ、ボースで受けることができるので、B、E、C とつながっていくんですね。で、最後はその残った D をですね、C の最後につけて完成です。サミさん、お疲れ様でございました。さあ、関西大学段落の並び替え問題。皆さん、まとめておきたいと思います。では、先ほども実践してみましたが、A ですね。つまり、第一段落。この後、普通、まあ、受験生の心理。まあ、我々人間の心理としてですね。まあ、A の後は、まあ、B かな。C かな、というふうに考えるかと思うんです。でも、それでうまくいくこともあるかもしれませんが、でも出題者側からするとですね、まあ、この辺でちょっと時間を食ってほしいな、みたいな、そういう気持ちが多分あるんじゃないかと感じがいたします。ってことは、それを、まあ、逆手に取ればですね、A の後、もう BC でもし決まらなければ、もう思い切ってですね、最終段落に飛んでいただいて、その方が、あ、バシバシバシって感じで決まる可能性が高いですので、ちょっと皆さん実践して、まあ、自分のものにしていただけるとよろしいかと思います。で、大切なのはやっぱりヒントですよね。注目すべきポイント、は、いつも通り情報構造と対比でございますので、この2本柱で今後ともですね、頑張っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。